住宅ローンアナリストの塩澤です。本日はこちら、変動金利と固定金利どちらがお得、金利上昇シナリオ別にシミュレーションです。今回ですね、ツイッター経由でちょっとお便りをいただきました。ちょっと読み上げます。いつもツイッター拝見しております。変動金利は上がらないとのことですが、絶対そうだとも言い切れないでしょうし、今円安が急速に進んでいるので金融政策も変更あるかもしれませんと。金利の上がり幅によっては最初から固定金利を借りていた方がお得だったということもあると思いますけれども、まあ、このあたりどう思いますかという、鋭いご指摘をいただきました。どうもありがとうございます。おっしゃる通りですね、世の中には絶対はないですと。なので私の見立てが外れるということもあるかもしれません。ですので、今回はですね、いろいろとシミュレーションですね、金利上昇のパターン別に、総返済額のシミュレーションをしてみようと思います。で、具体的には元本3000万円で35年払いを前提にですね、 1.5% の固定金利を借りた場合と、あと 0.5% の変動金利を借りて、でそこから、まあ、私の見立てが外れてですね、金利が上がっていった場合、総返済額でどっちがお得なのか、このあたりをですね、ちょっと皆さんにお伝えできればなと思います。では、その総返済額ですけれども、まずは固定金利ですね。でこちらもこれはシンプルな計算です。毎月の返済額、これはですね、91,855円となります。で金利の、総支払額、これがですね、857,239円、およそ860万円ぐらいになるという形となります。でこの、金利の総額が同じとなるような変動金利の上昇シナリオがどういったものかが、こちらのグラフになるんですけれども、5年ごとに 0.5% ずつ、金利が上がるとですね、ちょうど変動も固定と同じ、総支払額がですね、大体834万円という形で似たような水準となります。ですので、5年ごとに 0.5% ずつ上がる、これ以上にですね、金利が上がるというふうに考えるのであれば、変動よりも固定の方が良かったよねという形となります。でここで、この動画を見られている方はですね、ちょっとこういうふうに思うかもしれません。今足元、日銀がマイナス金利という形でもう金利を低く抑えつけていると。なので現実的なシナリオとしてはですね、最初の10年間は上がり幅がちょっと小さいと。でその後一気にガンと上がる、こちらの方がまだこう現実的かつ、ホラーストーリーですね、怖いシナリオとして想定すべきなんじゃないかというふうに、お考えかもしれません。なので今日はですね、もう一つ別のシナリオも用意しております。で、こちらのグラフがですね、今私が申し上げた、シナリオに沿って3つ用意しております。でパターン A というのが、最初の10年間はですね、 0.5 から 1% に上がるんですけども、そこからぐんと 4.5% まで上がるケース。でパターン B はですね、そこからぐんと 6.5% まで上がる。でパターン C がぐんと 8.5% まで上がるという、この3つのシナリオを用意しました。でここで皆さんにちょっと質問なんですけれども、この3つのシナリオのうちですね、固定金利と同じ金利総額860万円ですね、これになるのはどのパターンだと思いますか？答えは C です。 0.5% のものが 8.5% まで上がると、ちょうどですね、同じ総額になると。もうちょっとこう具体的に見てみましょうか。で先ほど申し上げた A ですね、 0.5% が 4.5% になる、この場合ですね、金利総額が680万円になります。でパターン B ですと760万円で、パターン C ですと860万円という形ですね。なので結構なこう、急上昇でようやく固定とトントンになるということなんですけれども、これなぜそういうふうになるかといいますと、住宅ローンはですね、返済の後期ですね、20年目とか30年目、こうなってくると残ってる元本が少ないんです。例えば30年目であれば550万円しかもう残っていません。ですので金利がもう急上昇しない限りですね、支払い総額が固定と一緒にならないということですね。でもうちょっと具体的に見ますと、毎月の金利支払い、これは残ってる元本に金利をかけて12で割ったもの、これが毎月の金利支払いとなります。初年度ですねは3000万円に、金利 1% 分の重さという意味で計算しますと 2.5 万円分、30年目ですね、同じ金利 1% 分であったとしても残元本がですね、大きく減っているのでわずか 0.5 万円しかないと。なので同じ 1% でも1年目と30年目ではですね、その金利 の、 そのインパクトが5分の1になるんですよね。なので後期にぐんと上がるシナリオについてはですね、 8.5% ぐらいまで上がらないと固定と総支払い額が一緒になりませんと。でこの 8.5% なんですけども、どういった金利水準かといいますと、まさにバブル時代の金利ですよね。もう1980年後半から1990年のいわゆるもう世の中がもう踊り狂っていた時代ですので、要はあのバブルが住宅ローンの返済期間中にもう一回やってくるというふうにお考えであれば、固定金利の方がいいと思います。一方、そうではないだろうと、来ないだろうとバブルだというのであれば、変動金利の方がいいと思います。で私個人の意見としては、
バブルは多分やってこないだろうなと思います。まあ、理由としてはですね、まあ、この国どんどん人口が減っていくんですよね。まあ、ちょっと以前もお伝えしたかもしれませんけども、そうなるとどんどん経済というのが、まあ、しぼんでいくという形となりますので、まあ、以前のようなああいったその狂乱の時代というのは、まあ、ちょっとやってこないんじゃないかなと思います。あと加えてですね、まあ、それでもちょっとやっぱり変動金利不安だよという方にはですね、ちょっとこういった情報もお伝えしたいなと。要はですね、もし金利上昇したとしてもいろいろと選択肢があるということなんですよね。例えば元本がこうぐっとこう減っているので、もし仮にですよ、本当にもうこれ 8.5% とか 10% 金利になっちゃった場合ですけども、まあ、最悪繰り上げ返済して逃げ切るっていうのも一つの手だと思います。あと加えてですね、ローンの元本がもう減っているので売却したとしてもですね、いわゆるその残債が残る、いわゆるダブルローンという形にはなりませんというので、売却っていう手段も取ることができます。あと加えてその住宅ローンの金利がいつ上がるか次第ですけども、まあ、20年後とか、まあ、そういった形で、まあ、だいぶ先に上がるというふうに考えているのであれば、それまでこうだいぶこう時間があるので、その間に、まあ、資産運用するですとか貯金するですとか、まあ、こういった形でそのキャッシュですね、資産作りができます。ですので、そんだけこう蓄えがあればですね、いろんなこう、まあ、手段打ち手を打つことができます。ですので、まあ、もちろん変動金利というのは、まあ、金利上昇リスクがあるというのはもちろん、まあ、これはもうご案内の通り、まあ、当然なんですけれども、ただまあ必要以上に恐れるということもですね、まあ、されなくてもいいのかなとは思います。まあ、本日ですね、この動画をご覧になられた方ですけれども、まあ、住宅ローンの金利ですとか、あとはまあどの銀行がいいのかというところ、まあ、こういうところをですね、まあ、興味関心持たれている方が多いかなと思います。でそういった方向けにですね、モゲチェックの無料提案サービス、モゲレコ、ぜひご活用いただければと思います。無料でですね、全国の主要な20金融機関からベストなものをご提案いたします。新規借り入れ、借り換え両方対応しております。よろしければぜひこのモゲレコもですね、ご活用いただければと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。